国、カリフォルニア州サンディエゴ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギ1998年にドラフト17巡目でニューヨークメッツから指名を受け、プロ入り。2002年5月16日にメッツでメジャーデビューを果たした。46試合の出場に止まったが、302という高い打率を記録。2003年は開幕から、 サードのレギュラーとして156試合に出場。打率こそ大幅に落としたものの、11本塁打を放ち、2003年の新人選手の中では最高となる71打点をマークした。この活躍が評価され、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では8位にランクインしている。また、それほど足の速い選手ではないにもかかわらず12、盗塁を記録。2004年も前年に引き続き、 メッツのサードのレギュラーとして試合に出場。86試合の出場で打率285ながら12本塁打を放ち、好調を維持していた。しかし、シーズン途中にクリス・ベンソンとのトレードでピッツバーグパイレーツに移籍。移籍してからしばらくの間スランプに陥ったが、シーズン通算では前年を超えるレベルの数字をマークした。 2005年はパイレーツのサードのレギュラーとして期待されたが、途中でレギュラーを外れ、57試合にしか出場できなかった。シーズンオフにタンパベイデビルレイズに移籍し、2006年はデビルレイズの内野のユーティリティープレイヤーとしての活躍を求められた。しかし4月中に8本塁打を放って波に乗ると、8月には左手の骨折で先線離脱したものの、 シーズン122試合出場で自己最高の24本塁打を記録。ユーティリティープレイヤーながらハイレベルな成績をマークした。2007年7月28日、ダン・ウィーラーとのトレードでヒューストン・アストロズに移籍した。2009年2月10日、ボルチモア・オリオールズと2年契約。2011年11月20日、フィラデルフィア・フィリーズにトレードされた。 2012年12月14日に2年500万ドルでセントルイスカージナルスに入団した。2013年7月9日に放出された。2014年1月24日にマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだが3月25日に放出された。ありがとうございます。